はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、さあ本日紹介するのは、クリアファイルでわかるかなと思います。はい、こちらですね。じゃーん、キャラクターボーカルシリーズ0に鏡音、ね、凛、凛ちゃん、ナウの大人凛ですね、8分の1スケールのフィギュアになります。はい、以前に予約開始の動画を撮ったと思うんですけども、ようやく発売というか、ようやくレビューする時がやってきました。発売されたのが4月の26ぐらいだったかなちょっと遅くなっちゃいましたね。限定販売の子で Amazon とか、そうですね、あとアミアミさんとかで、予約してたんですけども、どうやら限定生産だったらしく僕予約し忘れちゃっててね、焦ったんですけども、秋葉原でアミアミさんの店舗ですねに行ったら売ってました。よかったです、本当にすごいよかった。すごい嬉しかったんで Twitter にね画像上げちゃったんですけどもはい、では本日はねこちらの方をレビューしたいと思います。はい、わしあとミクチャンネル。はい、ではですね、早速いつも通りですね、外箱の方から見ていきたいなと思います。はい、まずは正面なんですけども、リンちゃんナウのこの箱すごいですよね、ギラギラ加工がすごいなって感じがします。フィギュアの出来がなかなかいい感じなんですよね。クロニソいいよね、リンちゃんのね、リンちゃんナウのこの大人リンちゃんのフィギュアっていうか、大人リンちゃんが好きな方多分大勢いるんじゃないかと思います。はい、唯一リンちゃんだけだもんね、大人バージョン存在するのね。はいはい、横目はこんな感じ。ギリギリしてるすごいですよね、本当に。箱がまず豪華というべきか、派手というべきかって感じなんですけども、すごいギリギリしますよね。はい、裏目はこんな感じ。アミアミさんで、ね、買ってきたばっかというかね、あの状態から全然変えてないんで、シールドとかね、あとプライスのシールドとかも貼ってあるんですけども、はいもう一つ目はこんな感じ。後ろから見るというか、横から見た感じかな、はこんな感じらしいですね。いやー、蹴るの楽しみだね、本当ね。はい、で、上の面がこんな感じになってて、星形になってますね。で、下の目はこんな感じになってます。特に何もなし。はい、では早速開けてみましょう。はい、はい、開けてみると中にはこんな感じに入ってました。すごい至ってシンプルですね台座とそれから本体のみ、組み立てとかは特にないみたいなので、ポロリとは特にないかなと思います。これは安心ですね。はい、で、まあ、見た感じ一応支えが2点あるみたいなので、りんちゃんの足2本でね、立ってるみたいなので、まあそうですね、変に変形とかはしないかなっていうふうな感じがしますね。この点に関しては安心かなと思います。はいじゃあ、台座本体とそれから、りんちゃん本体ですね、見ていきたいなと思います。はい、ではですね、開けましたので見ていきたいなと思います。まずは台座ですね。スケールフィギュアにはちょっと珍しく普通の台座って感じですよね。ゲーセンとかのフィギュアではありそうな感じの、至ってシンプルなカラーリングというか、出来のね、すげえ台座になってます。で、裏面見てみるとちゃんとですね、イラストですね、田村ヒロさんが描いたものと、それからミュージックバイオワタピーって感じに書いてありますね。はい、ちゃんと書いてるのがいいかなと思います。すごいシンプル、なんもないもんねまあクリアパーツの台座なんで、まあ綺麗かなとは思いますが、はい、すごいシンプル、すごい久しぶりに見たかもしれない。じゃん、はい、そしてこちらリンちゃん本体になります。では早速ね、細かいところ見ていきましょう。いやー、すごいいい出来ですね。髪の毛が一本一本造形されてるような感じになってて、すごい綺麗に造形されてるんですよね。この躍動感のある髪の毛、なかなかいいんじゃないかなと思います。で、黄色一色ではなく若干オレンジ色みたいな感じでも使われてるんですよね。濃いところは濃く、薄いところは黄色というような感じで、ちゃんとグラデーション効かしてるような感じになってます。すごい綺麗だなと思います。下から見るとこんな感じ、ブワーっとしますよね。で、それから顔なんですけども、顔のプリントの部分も比較的綺麗にできてるんじゃないかなと思います。髪の毛の造形も相まってすごい綺麗な感じですよね。で、りんちゃんといては忘れてはいけないこの部分ですよね、カチューシャの部分なんですけども、ここの部分もちゃんと造形がしっかりできてて、りんちゃんらしさが少し残ってるのがいいですね。はい、手はこんな感じだね可愛いな。はい、で、そうですね、りんちゃんといえばやっぱりね、可愛らしさって感じがあるんですけど、どっちかっていうとセクシーさが目立ちますよねこの脇の部分とかね、すごいよね、造形がね、綺麗にできてるなと思います。で、アームカバーのところなんですけど、ここはツヤありの、メタリックカラーで塗られてますね。ゴールド色っぽい感じなんですけども、黒っぽくも感じるようなこの絶妙な色合い、いいですよね。はい、で、服の造形もすごいんだよね。シワ感がすごいバッチリ再現しちゃって、すごいなと思います。はい
ぐるっと見回してみるとこんな感じなんですけども、うん、躍動感あるこのネクタイの動きですとか芝感のあるこの服装の感じ、すごいリアルな感じがしていいなと思います。はい、続いて下半身ですね、スカートはそうですね、あのミクちゃんのようなものになりましたねこの辺がいいよね。またね、ちょっとミクちゃんに合わせてるっていうのがまた面白いなって感じがします。はい、で、リンちゃん、ミクちゃん、ルカネ、いずれも腰についてるこれこれの部分の造形と塗装もバッチリできてますね。ツヤありのカラーで塗ってあって、これもなかなかいい感じ。はい、そして爪の部分、爪の部分も金色かな、黄色じゃないんだよね、金色のような感じでカラーが塗られてますね。すごい、うん、指先の造形も綺麗だね手一本一本ちゃんと造形してあるのがいいなと思います。はい、指の動きが細かい。で、スカートの部分も、そうですね、ツヤありのカラーで塗られてますね。うん、メタリックカラーかな、この辺はね。で、スカートのこの端っこの部分ですね、ここの部分は、黄色で塗られてます。はい、普通の黄色ですね。服の、上半身ですね、上半身の服の上の部分ですね、ここの部分だとか、あとここの服の先っちょの部分ですね、ここの部分はゴールドで塗られてるような感じになってます。うん、細かいね。アームカバーのところもそうですね、この先っちょの部分は、マットな黄色で塗られてますね。ツヤありとかでは特になさそう。はい、続いて足ですね。足の造形もまたすごい綺麗ですね。この肉質がある感じがすごくいいなと思います。カラーなんですけども、カラーはやっぱり、腕のアームカバーのところと一緒で、そうですね、若干ゴールドがかったようなツヤありのカラーで塗られてますね。ツヤありのメタリックゴールドって感じですね。すごいな、綺麗だねこの黒にも見えるし金色に見えるっていうような感じ、すごくいいなって思います。若干透明感のある感じで、濃く塗ってあるところと薄く塗ってあるところがありますね。へえ、すごいな、このニースの部分のねシワ感もいいよね。はい、で最後ブーツのところですね。ブーツのところもこれは一体化したような感じで、やっぱりミクちゃんは意識したような感じになってますね。はい、やっぱりライバルとして見てんのかな、若干ね、そんな感じがするよね。で、足のこの裏の部分ですね、裏の部分のところとか、は、そうですね、これ何色って言えばいいんだろう、金色っぽいな、ちょっと明るい金色で塗られてる感じですね。なるほどね、はいすごくいいなと思います。全体的な造形はすごくいいなって感じですね。うん、これで1万円なんですけども、まあ、納得の出来かなって感じがします。プラス2000円ぐらいで台座がもうちょっとしっかりするのかなって感じがしますねなんとなくそんな感じがする。以前紹介した、ハートハンターですねのミクちゃんも1万2000円か3000円ぐらいだと思ったんだけども、その時の台座はこんな台座じゃなくて、もうちょっとなんかしっかりした造形の感じのね台座でしたからね。はい、ちょっと安っぽくも見えますが、造形自体が非常に綺麗にできているので文句なしです。うん、プライズとやっぱ比べ物なんないねはい、腕のねこの02のアクト2ってところでね、ここの部分もバッチリ造形しちゃってプリントが綺麗だなと思います。はい、すごいな、よくできてるね。大人リンちゃんって通常のリンちゃんと比べるとちょいちょい違うところがあるんですよね。うん、この髪飾りっていうか髪留めのところだよね。ここも4箇所あったのが2箇所に減ってるし、うん、なんだけどもヘッドホンは一緒って感じですねはい、いいなこのロングの髪の毛、好きだな、はい結構好きです。はい、でですね、台座に刺して完成させたいなと思います。じゃじゃん、はい、完成しました。リンちゃん、大人リンちゃんですね。はいいやすごいなと思います。リンちゃんなので一瞬出てくるだけのあのねイラストがね、まさか造形化するとは思いもしませんでしたね。プロジェクトディーバとかではあのモジュール変更バージョンとして存在しますけどもまさか造形するとまでは思ってませんでしたね。はい、では細かいところ見ていきましょう。改めて見てみるとやっぱりすごいですね。造形物としてあの一級品レベルじゃないかなと思います。満タンにするだけありますねはい、いやでもやっぱ出来はすごいなと思います。限定受注品っていうところがちょっと残念かなって感じがしますね。再販の見込みはちょっと厳しいんじゃないかと思います。ゆえに予約し忘れたって時だよね、あのそれを思い出した時がすごい、残念だったな本当に。あの時本当に焦ってましたね。アミアミさんの店舗に電話したレベルだからね。なんだけどもちょっと分かんないですねって言われた時にマジですかっていうような感じだったんですけど、無事手に入れてよかった。あと2個だったんですけども、無事確保できてよかったなと思います。はい、体
カラーリングとかも改めて見るとちゃんと違う色が使われたりとかしてすごいリアルな感じですよね。うん、いいなと思います。色分けがすごい綺麗。あのプライズ景品とかでよく見られるような感じですね。色の飛びとかも感じられないし、服の部分も影が入るところですよね、は若干黒く塗ってあったりというような感じですごく細かいです。本当に、服なんでそんなにピッチリしてんのいいな、セクシーですね。はい、すごく綺麗な出来だなと思いました。これで1万円納得の出来ですね。もうちょっと取っても良かったんじゃないかなっていう感じがしますね。1万2,000〜3,000〜4,000ぐらいまで行っちゃっても良かったかなとは思うんですけど、まあいくらかかっても絶対買いましたけども、はい、あとはそうですね、ちょっとスケールとしてはちっちゃい感じ、まあ8分の1スケールなのでしょうがないと思うんですけども、7分の1スケールぐらいだとちょっと嬉しかったかなって感じですね。もうちょっと大きかった方が良かったかもしれないけども、うん、でもまあ8分の1スケールね、8分の1スケールのいいところっていうのがありますね。この絶妙なバラン、いい感じだよね、いい感じの大きさって言えばいいかな、はい邪魔にもならないし派手な感じでもないっていう感じですよね。うん、なかなかいいんじゃないかと思いました。はいいいな、やっぱりりんちゃんすごいいいですよね。これは待った甲斐があったな。発売がちょっと延期されちゃったんですよね。1ヶ月ぐらいだったかな、3月に発売される予定だったのが4月の後半ぐらいに発売されちゃったんだもんね。うん、でもまあ待った甲斐があったと思います。そして無事に迎えられてよかったなという安心感が本当に半端じゃないこれは中古品屋さんとかで見たらショック受けてただろうな、うわ買えばよかったみたいな感じでね。うん、無事に迎えられてよかったと思います。安心とははい、そして実は初めてじゃないか、レビューしたのはこれの子が初めてか、りんちゃんのスケールフィギュア僕1体だけ持ってるんですけど、まだレビューしたことないんだよね。あの子も早く回復してあげないとなはい、そうですね、時間があるときゆっくりレビューしてみたいなと思います。うん、先に大人りんちゃんからレビューしちゃったっていうのはちょっとね面白いところだよねはい、というわけで、鏡音凛、凛ちゃんの大人凛ちゃんバージョンですね、8分の1スケールフィギュアの紹介でした。8分の1スケールフィギュアということで、ちょっと塗装のムラとかですね、若干なんですけどもあるんですよね。まあその辺部分はしょうがないのかなと思います。でもこの躍動感のある動きですとか、そうですね、あとは強調される部分がすごいね、強調されたりとか、カラーリングがそうですね、別場所によっては薄くなったり濃くなったりというような感じで、カラーリングの、分け方ですよね、もうすごく綺麗でいい感じだなと思いました。凛ちゃんらしさを残ししつつセクシーさをかなり上げたりんちゃんなかなか良かったんじゃないかなと思いますスケールフィギュアですね、8分の1スケールフィギュアだけにとどまらず、そうですね、他のやつでもちょっと出してほしいなっていうのがありますね。特に出してほしいのはカードフィギュアかな、フィグマあたりでちょっと出してほしいなっていうような感じが欲がありますねはい、結構8分の1スケールフィギュアの割には細かくできてて、いい出来だなと思いましたね。迎えてよかったなと思います。本当に迎えられてよかった、この子に関しては。うん。はい。皆さんも予約開始の際ですよね。ぜひお忘れなきよう、ご注意していただきたいなと思います。うまくいない。はい。ちょっと久々のスケールフィギュアの紹介だったんですけども、5月の26だったかな、10周年のミクちゃんのフィギュアが来ますね、はい、5月はもう1本スケールフィギュアの動画ね出したいなと思います。できるだけ早くね、うん、あと先ほど言った通りに、リンちゃんのフィギュアは今回初めてですね、スケールフィギュアレビューしましたので、他のリンちゃんのスケールフィギュアも一応ありますので機会があればレビューしてみたいなと思います。はい、というわけで、鏡音凛、凛ちゃんの大人凛ちゃんバージョン8分の1スケールフィギュアの紹介でした。紹介したバシーとミクでした。はい、またねー、バイバイ。ミクとバシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバシーとミクチャンネルをお願いします。